こんにちは。今日は2021年7月16日の金曜日でございます。今日はですね、こちらゼップ大阪ベイサイドさんの方に来させていただいているわけでございますけれども、1週間ぶりくらいかな、およそ、NAB48 のライブ以来でございますけれどもですね、本日はですね、こちらの会場でですね、さやか山本セレブレーション2021と題しましてですね、さやかちゃんの、ライブが行われると、そういうことになっておるわけでございます。まあ、バースデーライブですね、誕生日をお祝いするライブが本日行われるわけでございます。東京でね、誕生日当日7月14日に行われたそうでございますが、大阪は2日後16日ということになりました。ということでね、こちらゼップ大阪ベイサイドさんに来させていただいております。ちょっと早めに来てね、グッズの方を買いに来たわけでございます。はい、ということで早速ね、グッズの方を買いに行きたいというふうに思います。それでは買いに行きましょう。はい、ということで買い終わってきました。あのね、買い終わってから列ができ始めてね、いや僕ある意味ついてるんじゃないでしょうかね、そんな感じがしますけど、ということでね、グッズを買い終わることができました。はい、というわけでこんな感じでね、ゼップ大阪ベイサイド2021年7月16日さやか山本というふうに書いておりますね。さやかちゃんの名前が書いております。はい、今日はね18時開演、もともと19時だったようですが、まあいい緊急事態宣言もろもろが東京出たということで時間が変わったと、そういうことです。はい、ということでね、今からですね、まあちょっと時間がもうちょっとあるということで、ユニバ付近で時間潰させていただこうかなというふうに思います。まあちょっとまだ決めてないですけどね。はい、そんな感じでございます。ということでね、早速時間潰しの方していきたいというふうに思います。それではしていきましょう。はい、というわけでね、ユニバ付近にやってまいりました。今日もね、ここを上上がって行かせていただきたいというふうに思います。そう、こんな感じでいろいろレストランがあるのよ。これすごいですよね。そう、はい、豚まん食べたくなあたもあります。ということで今日もあの店行こうかな。はい、それでは向かせていただきたいと思います。はい、ということで旅終わってきました。まあ、前回と同じ場所だったんですが、まあ、前回との違いはね、まあお分かりいただけるかと思いますけど、トップ出してるんでね、まあね、さやかちゃんの曲が流れてなかったってことかな。まあ少しだけショックなんですけれどもね、まあそれは仕方ございません。まあね、毎度毎度流してくれるわけではないと思います。まあ知らんけど。はい、ということでね、こちらユニバーサルシティ駅、こちらへ向かっていきます。桜島方面とね、今から乗っていきます。17時18分発普通桜島行きがですね、今参ります。これに乗ってね、桜島へと向かっていきます。
北桜島駅付近です。降りてきました。今現在時刻の方が見せますけど、はい、5時25分ぐらい、海上はもうね始まっておりますんで、今からね、鉄砲塚ベイサイドさんの方向かわせていただこうというふうに思っておりますけれど、なんでこっち爆発してんねんって、あのね人が結構多いんで、あんまりね落ち着くことができないと、そういうことですね。はい、ということでそれでは向かってきます。着いた、鉄砲塚ベイサイド。いやいやいや、あのね今日暑いのよ結構。これ雲一つしかない空なんですけど、結構蒸し暑くてね、結構暑いものです。はい、ということでね、今から入場口入ってですね、それではスタイブへと参戦していきたいというふうに思います。それでは参戦していきましょう。はい、ということでライブの方を無事、参戦し終えてきました。今ね桜島方面と向かってるわけでございますけど、いや最高でしたね、やっぱりね。やっぱさやかちゃんね素晴らしいなというふうに思いました。いや詳しくはねお家に帰って感想を言うんですけど、いやいや本当に素晴らしかった。はい、ということでね、今からお家の方に帰ってですね、感想とつぶやけたらなというふうに思っております。はい、というわけで鉄砲塚ベイサイド付近に戻ってきてるんですけど、なんで戻ってきたねんって話なんですが、まあね愛理ちゃんのファンの方々が数名いらしてたということで、合流させていただいてね、いろいろとお話しさせていただいて、で桜島駅のところまでお見送りしたと、そういうことですね。はい、ということでね非常に、改めまして楽しいライブでございました。この後ですね、車の迎えの方をちょっと待ってですね行きたいというふうに思います。はい、それではですね早速、この鉄砲塚ベイサイド後にしたいというふうに思います。今日も本当にありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。それではねまた、いつか会う日までということでございます。はい、ということでね、帰りの車を待っていきたいというふうに思います。はい、というわけでね無事お家に帰ってきたわけなんでございますけれども、おはようございます。っていうのもですね、時間見てください、7時59分。はい、もう翌朝でございます。前のね NAB の時にもやってたんでございますけど、まあ本当に昨日の夜バタバタしておりましてですね、まあ編集作業等していたらですねこんな時間になってしまいました。で今日もね、まあ後々動画にするんですが、とあるイベントに行かせていただくということで、ちょっと早起きだったんでね、ちょっと夜に撮影ができなかったと、そういうことでございます。はい、ということでね、さやかちゃんのライブ参戦させていただいたわけでございますけど、いや本当に率直な感想としては素晴らしいライブだったなと、そういう印象でございます。でちなみに今映ってるのはですね、今回発売されているグッズですね。はい、こちら T シャツです。でもう一個はこれ見てください、タオルですけど、これでかくないですか、これすごいっすよね。でしかもめっちゃおしゃれなよね、さやかちゃんのグッズってね、そういう印象をね毎回感じさせられます。ということでね、まあ、この T シャツを写しながらですね今回やっていくことはですね、さやかちゃんの今回のバースデーライブの、セットリストを見ながらですね、僕なりの感想をつぶやいていけたらなというふうに思ってるわけでございます、という感じでございます。はい、まあね NAB の時にもやった、企画でございますけど、はい、そんな感じでございます。というわけでね、今回もどうぞよろしくお願いいたします。今言うんかい。はい、というわけでね早速セットリストの方をこの左側に移していこうかな、移していこうというふうに思います。せーのドン、こんな感じでございます。まず冒頭の数曲ですね、あのまあちょろっとMC みたいなのは挟まるんですけど、冒頭まず2曲は夢の声、そしてジョーカーですね。いやいやこの流れは最高だなと、特にジョーカーね、このジョーカーのねデケデケデーデケデケデーで、もう参戦された方はもう分かってると思いますけど、あの指をね高く掲げるんですよね、ファンの皆さんと、そしてさやかちゃんもそうですけど、やっぱあれでね、あさやかちゃんのライブ来たなっていう、そういう実感が湧くことができたかなというふうに思います。やっぱね1曲目とか2曲目とかにねジョーカーがあると、やっぱさやかちゃんのライブ来たなって実感がより湧くのでね、ありがたいなというふうに思うわけでございました。でまあ軽く挨拶した後、蛍ですね、
まあ、この曲も名曲ですけれども、歌うんだと、そんな感じで、4曲目がスマイル、この曲もいいよね。いや本当に素晴らしいなというふうに思います。元気になれるしね、まあ、さやかちゃんの思いが詰まってるようなそういう楽曲なんじゃないかなという気はしますけど、いや本当になんか気持ちが明るくなれるというのが一番でございます。でこれですよね、5曲目、いやー初めて聴けましたよ。ドラマチックに乾杯ですな。いやーこれは聴けてよかったですよ。新曲ですからね。いや本当に聴けてよかったなと、そういう感じでございます。本当に素晴らしいなと、そういうふうに思ったわけですよ。やっぱりね、新曲を聴けることがね、ライブの醍醐味だなというふうに思いますんで、今回これ聴けてよかったなと思います。そしてイベントコーナーがあったと。まあクイズ山本王とかストラックアウトとかね、まあ本当もろもろいろいろあったんですけど、まあいろいろでもその2つかな、主にその2つをねしていたと、そういう感じでございますけど、まあ非常にね、楽しい時間だったなというふうに思いました。ちなみに私2問目でダメでしたねいやもうちょっと知っとけよって感じなんですが、まあ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 仕方ないです。はい。そして6曲目7曲目はカバー楽曲でございます。6曲目はね、まあイントロ聞いて、まあなんとなく聞いたことあるなと思ったら、サビでああやっぱりかって感じでしたね。ディッシュさんの猫ですね。いやー名曲を選んだなと、そういう印象で。そして7曲目はバーネット・クローさんの夢見た後で、すいません本当これはちょっと存じ上げなかったんですけど、いやーこれも素晴らしかったなと思いました。聞いてね、あーすごいいい曲だなというふうに感じたんで、まあこの機会に聞いてみようかなというふうに思っております。はい。続いて8曲目9曲目10曲目はオアシス喝采 Are You Ready というね、これオアシスはドラマチックに乾杯のカップリングなんですけれどもね、喝采と Are You Ready ね、いやこの流れは本当最強だなと思いました。やっぱ喝采はねライブで聞きたいですよね、毎回ね。いや本当に素晴らしいと思います。そして Are You Ready ですよ。 Are You Ready 歌ってくれるんかと、まあ僕ら声出せませんけど、いや本当に嬉しかったですね。いやこれはねやっぱライブで聞くべきだなというふうに思いますんで、やっぱライブには必要不可欠な曲だというふうに僕は感じてるのでね、いや本当に歌ってくれてありがとうございますと、そういう感じでございました。はい。という感じでね、ここまでアンコールまでを見ていったわけなんでございますけど、いや本当に本編として、まあイベントコーナーとかがあったんでね、曲自体は多くないですが、いや本当に濃密なそういう時間だったなというふうに思います。それではね、アンコール以降は右側に出していきたいというふうに思います。それではせーのドン、こんな感じでございます。まずアンコール1曲目はね、7月14日、当日、誕生日当日ですね、配信リリースを開始されました、ヨンダーという楽曲。この曲すごくおしゃれなんですよ。いや本当に僕好きだなと個人的に思います。いや本当に素晴らしい楽曲ですよね。あでもどん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 ライブでも歌っていってほしいななんて思うわけでございますけど、いずれはダンス付きみたいなね、そんな感じで見れたら面白いですね。はい。そして、アンコール前ラスト、アンコール前っていうかダブルアンコールがねこの後発動されるわけでございますけど、それの前ラストはレインボーローズですよ。いやーもうこれはちょっと僕正直に言っていいですか、泣きましたねまた泣いたんかいというツッコミはちょっとお控えいただいてですね、いやあのね、なんかさやかちゃんのやっぱ思いが一番詰まってる楽曲なんちゃうかなっていう思うんですよ、レインボーローズはね。でそれをね、まあ、ライブで聴けたと。いや、本当に僕自身も久々のライブだったんですよ。確かね、昨年の2月の東京 NHK ホール以来だったんですよね。去年大阪がなかったもんですから。で、今年もね、大阪でファンクラブツアーね、来るはずやったんが、ね、あれのせいでね、なくなったということでございましたから。そういう意味でも本当にね、ちょっと残念な感じだったんで、まあ、さやかちゃんどうなんだろう、縁があるのかなっていうふうに思ってたんですが、今回ね、再び縁ができまして、こうやってライブに行くことができたと。いや本当に素晴らしいなと思いまして、まあ、いろんなね感情が交錯しまして、でさやかちゃんの思いもねその歌詞の中から聞き取れて、いや本当に感動して涙流したんですよね。なんかすごい涙が勝手に流れてきて、本当に素晴らしいなというふうに思わせていただいたと、そういうわけでございました。やっぱさやかちゃんいいよ、やっぱさやかちゃんがいいなと思わされる、そう感じるのはね、さっきのジョーカーとこのレインボーローズのこの2曲は特にそうなんじゃないかなって、僕自身は個人的な意見ですけど、そういう風に思います。
はい、そしてね、今回はダブルアンコールが発動されましたと。東京ではね、ダブルアンコールなかったみたいなんですが、まあ大阪では発動されたということでございまして、でそれでせっかくなら本編で歌ってない曲やっちゃおうかということで、ウィークエンドね、この曲好きなんよ。ライブでやっぱね、盛り上がるといえば、まあいろいろな曲あるんですけど、特にこの曲がそうなんじゃないかなというふうに思います。なんか一緒に盛り上がれる、そういう感じのね楽曲でございますんで、本当に素晴らしいなと、素晴らしい選曲だったな、さやかちゃんと、そういうふうに思うわけでございました。はい、こんな感じでね、ざっとセットリスト見ながら感想を振り返っていったわけでございますけど、まあ率直な感想といたしましては、本当にね、久々にあのスタンディングをしたりとか立ったりね、まあとはね、タオルを回したりとかをしてええんやっていう、逆にむしろありがとうございますっていう、あざすっていう、本当そんな感じだったんですけれども、あ、そういうこともね、いずれはちょっとずつね、まあ日常に戻っていってるんじゃないかなっていうような、そういう風に感じられるようなね、そういうライブだったんじゃないかなという風に思います。まあそしてさやかちゃんのね、何よりも28歳のお誕生日をね、まあ当日ではありませんけれども、お祝いすることができたのでね、まあ本当そういう気持ちでございました。すごく楽しくて、そして感動もできて、さやかちゃんの言葉、まあ MC で語ってる言葉が本当に、まあ、特に最後の方はね、素晴らしいお言葉を語っていたということでございますんで、いや本当に本当に素晴らしかったなと、改めて振り返ってそう思うわけでございますと、そういう感じでございました。はい、ということでね、今回さやかちゃんのライブ、7月16日ですね、大阪で行われたライブを振り返っていったわけでございますが、まあ、やっぱりね、さやかちゃん素晴らしいなと、やっぱりこれからも、よろしくお願いしますと、そういうふうに思わされました。はい、ということでこんな感じでね、今回の動画は締めくくりとさせていただきたいなと、そういうふうに思うわけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね、さやか山本セレブレーション2021、2021年7月16日大阪ですね、ゼップ大阪ベイサイドにて開催されました、さやかちゃんのバースデーライブにね、参戦させていただいたと、そういう内容でございました。いや本当に素晴らしいライブでした。やっぱさやかちゃん素晴らしいなと、やっぱりね、 NMB もそうですけれども、やっぱさやかちゃんも必要不可欠な存在だなというふうに思いました。まあそれはね、愛理ちゃんもそうなんですけれども、やっぱりライブという部分ではね、 NMB とさやかちゃん、やっぱこの二強体制でね、これからもやっていくんだろうなっていうふうに感じられる、そういう一日になったんじゃないかなというふうに思います。いや本当に素晴らしい一日をね、さやかちゃんありがとうございましたという感じでございました。そして28歳の誕生日、改めておめでとうございます。はい、というわけでね、今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。